どうもニッチモです。今回は史上最強の超絶回復体験装備バージョン2を紹介します。一重に回復体験って聞くと、どうせ火力出ない弱い構成でしょって思いがちの方もいらっしゃると思いますが、ご安心ください。この装備なら火力不足を気にすることなく、手強いモンスターを一網打尽にできちゃいます。今まで作ったサンブレイク体験装備の中でも、屈指の完成度と汎用性を併せ持つこの回復体験装備、超回復の基盤となる回復システムを紐解きながら、早速装備紹介を始めます。それではまずは武器から紹介していきます。武器はカメラの血体験を使ってます。サンブレイクの最強体験の一本ですね。もちろん、回錬成はマックスまで仕上げてあります。そして頭は回財クスクラウン、こちらには回錬成で攻め手1と、スロー1が足してあります。そして銅はリバルカイザーメール、こちらはですね第3のアップで回克服テオテスカタルのやつですね。回錬成で攻撃を1だけ乗せてあります。そしてこちらは腕は陰陽のもの、こちらはですね玉光希少子の防具になります。スキル特化型の回錬成で挑戦1とスロー1がついてます。そして腰はリバナクシャナアンダですね。こちらも第3のアップでの回克服クシャルダオラのやつですね。こちらには、スキル特化型の回錬成で血気1を採用してます。広角の恩恵がレベル1だけ下がっちゃってますが、きっちり装備ではレベル3まで発動しますのでご安心ください。そして足は陰陽のもの、こちらも玉光希少子になってですね、回錬成でスロ2、スロ1の空きスロを足しております。5石は天井の5石使ってます。こちらはなかなかの神5石ですね。攻撃2、それに加えて駆け虫使い3、それに加えてスロ3、スロ1のね空きスロを持つ5石が入ってます。かなりこれ結構難しいと思いますので、今回は後の章で簡単な5石で作れる装備も紹介していきます。次に全身のスキルも紹介していきます。攻撃7、見切り7、挑戦者4、超会心3、弱点特攻3、攻めの姿勢3、体力回復量アップ3、回復速度3、気絶再生3、破壊王3、ひるみ軽減3、広角の恩恵3、駆け虫使い3、血気3、麻痺耐性1、飛び込み1、この辺は回錬成のおまけですね。前衛1、早手の息吹1、粉塵まとい1となっております。もちろんですね、今回は安定感を出すために破壊王を優先してつけてますが、腕に自信がある方は集中や能刀術スキルをつけて万能感のある構成にしてあげてください。ちなみに構成難易度を下げたバージョンの装備がこちらになります。大きく変わったのは5石ですね。攻撃3、それにスロ3、スロ1の空いた5石を使ってます。回復性能自体に差はないので、こちらの装備でも十分戦えます。ここからは最強ポイントを紹介します。まず1つ目、異次元の回復力ってことですね。広角の恩恵レベル3と体力回復量アップレベル3、回復速度レベル3という3つのスキルが血気スキルの回復量を大幅に上昇させてくれます。加えて破壊王レベル3が血気スキルの発動をも手助けしてくれますので、攻撃するだけで凄まじい回復量を得られます。しかもウサ団子のお団子超回復力レベル4を食べれば、もはやただ棒立ちしてるだけでも多くの体力を自動回復できちゃいます。2つ目の最強ポイントは、早替えで体力回復と状態異常が完全治癒できるってことですね。早手の息吹スキルとお団子スキル、お団子早替え術のおかげでアイテムを消費せずに体力回復と状態異常の治癒が行えます。しかも抜刀納刀状態に関わらず、いつでもどこでも早替えだけで完全回復できちゃうってのは嬉しいですよね。さらに3つ目の最強ポイント、高水準の攻撃力を持ってるってことですね。攻撃7や挑戦者レベル4、さらには粉塵まといまでおまけでついてきます。それに加え第3弾アップデ後の装備では、カメラの血体験を回復体験に採用できるようになりましたので、火力も跳ね上がりました。アップデ以前はオリジンを採用してたんですが、ちょっと比較してみただけでも攻撃力の差は一目瞭然です。さらにさらに4つ目の最強ポイント、合計回心率 100% ってことですね。まず内訳なんですが、見切り7で 40%、そして弱点特攻3で 50%、挑戦者レベル4で、回心率 10% ってことで、40プラス50プラス10ですから、合計回心率は 100% 達成しております。そして5つ目、これが最後の最強ポイント、万全のスキル体制が整ってるってことですね。攻めの姿勢レベル3や駆け虫使いレベル3だったりとか、気絶耐性レベル3やひるみ軽減レベル3なんかも入ってますので、快適にお使いいただけます。ちなみに基本的にはお供やお団子は何でもありです。一応自由選択ってわけなんですが、参考までに中でも相性のいいお団子セット、お供タイプ盟友をさらっと紹介していきます。お団子セットについてなんですが、飛び串と金星お団子剣を使って、1段目お団子超回復力レベル4、2段目お団子早替え術レベル3、3段目お団子医療術大という順番で食べてください。
体験なら素直にステータスアップ狙って短期催眠術レベル4を食べるのもありです。お供はなるべく新ため切りチャンスを増やしたいので、猫ガルクともに睡眠武器を持たせてます。例えばとことん回復量マシマシにしたいって方は、回復にね特化した猫やガルクを連れていけば十二分に体力を回復させることも可能です。盟友は日の絵一択ですね。狩猟笛で体力継続回復や体力回復の旋律を演奏してくれるほか、生命の粉塵も撒いてくれますので、持ち前の回復量を底上げしてくれます。それではこの後は実践編ということで、各種回復アイテムなしという条件付きでこの装備の性能を測っていきます。よいしょ、もう一丁で、ここでこらえろ、くるくるくるで、こらえて反撃の激光ザンを入れると、オッケーで、強化の音も挟むと、よっと、あ、結構ため待ちできそうですね。当てろーと、オッケー、あ、なんだこれ、あ、猫に睡眠武器持たせてるから寝たんですね。猫ナイスで強化の音してで、ここで早替えで、ここで怪力の種飲んで、強化の音が解けないうちに新ためで意思活性当てると、よいしょ、オッケー、4000も出れば上々ですね。あ、僧侶、じゃあ新ためで僧侶しよう、この位置かな、オッケーで、よっと、ちょうどいいっすねこれね、オッケー、僧侶、よっと、オッケー、ようやく頭壊せた。大名槌ね、頭が高い位置にあるんで、体験だと頭破壊しざるんですよね。ここで空土雲使って、オッケーオッケー、間に合い間に合いで、蛍石活性を決めると、よいしょっと、オッケーで、強化の音するとで、ため待ちできる、来る、オッケー、石化成ダウンして、あー、これは当たったか微妙なところで、よいしょ、もう一回新ため当てられるか、よっと、あー、立ち上がるの早すぎ、よし、爪先にも当たらん、避ける、いて、まさか当たるとは、あぶれ、もう一度来る、オッケー、あー、ギリギリ、よっしゃ、ここで早替えの術ですね、お団子早替えの術と早手の息吹の効果でなんとかなったーと。おー、オッケーオッケー、ダウン取れた。いや、もう猛毒もなんのそのですね。あんなに体力が減ってたのにもうマックス。頭破壊してる分ね、今、血気で体力回復できましたね。オッケー。で、戻ると。どこ行った？避ける。避ける。あ、間違えた。おー、当たった。よっと。これはどう来る？よっと。もう一度来るね。よいしょっと、もう一丁、あー、これもまた変な方向に受けちゃったすごい自動回復がもう猛毒のダメージ、んー、これ当たる、当たるか、山間の新ため当たった、また血気で回復できましたね。で、よいしょ、で、ここで当てて、もう一回、あ、いっ、なかなかね、やっぱなづちね、動き読みづらいですよね。これは当たらなそう、よっと、尻尾に行こう、あ、これは避ける、オッケーで、この隙に尻尾、あ、オッケー、ダウン取れた。じゃあここでもまた新ために、いや、もうこの小樽ね、一種火星お世話になりっぱなしですね。よっと、オッケー、爪先危な、あ、これもう弱ったね、逃がすかねえ、よし、この位置かな、オッケーで、石活性、あー、強化ノート挟めばよかったかな。おお、こいつものともしない、この石活性を4000近いダメージを、裏、あ、オッケー、ダウン取れましたね。これも間もなくなんじゃないかな。あ、なんと、ホタルがなくなった。まずい。これ、しかも早いリターンで。よっと。あ、オッケー、討伐完了。ちょうどよかったですね。いや、この回復体験、ほんとね、安定してました。
灰克服オーナズチを前に危ない場面が少なかったのが良かったですね。今回の動画はここまでとなります。史上最強の超絶回復体験装備バージョン2はいかがでしたでしょうか。実は今回の装備は開花モンスターとも相性抜群です。開花モンスターの攻撃で豪傑やられになった時は豪傑やられの回復量プラス回復体験の回復量が加算されますので、チートレベルの回復量で体力を回復させることができます。特に怪異等級レベル上げとかしている方はぜひ一度この装備を作って使ってみてください。あと余談にはなりますが、最近はショート動画もぼちぼち投稿してます。そちらの方もぜひご視聴よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で、皆様良きハンターライフをお過ごしください。